おはようございます。安水です。今日も引き続きね、DJI の RS3 のテストを行うんですけれども、今日はね、RX100 ですね。はい。を使いまして、まあ、軽いカメラもね、ちゃんと動くかどうかっていうことのね、検証を兼ねてね、撮っていきたいと思います。で、今日はね、バッテリーも、はい、バッテリーからね、モバイルバッテリーから、わかりますかね、こちらの方のケーブルで電源を供給しながら撮るんで、今日はね、バッテリーの心配はなくね、撮影できますね。はい。あとはですね、一応 R3 でね、RX7 とこのレックボタン使えるように無線操作できるんですけど、どうもね、押す位置があんまりいいところについてないんですよね。それで今日はスモールリグのこちらのね、リモコンを、あえてねつけて、ここで録画ストップをね操作したい行きたいと思います。はい、ということでね、今日もねバラ園からね、スタートしましてね、テスト撮影撮っていきたいと思います。今日の、RX100 Mark 7の方は、これもね電子手ブレ補正なのかな。そうですよね、センサーシフトの手ブレ補正じゃないですよね。スタンダードモードの電子手ブレ補正はオンにしてね、とりあえず行きたいと思います。はい、いつものごとく例のね、クレーンショットもどきですけど、はい、それからスタートしてますけど、はい、安定感の方はいかがでございましょうか。はい、ね、今日も本当に天気が良くてですね、もう多分札幌の今のこの気温っていうのはね、27、8度あるんじゃないかと思うんですけどね。はい、一応 RX7 のね、一番ワイドタンですね。こんなもんです。はい、それではね、また安定性の方ちょっとね、見ていってほしいんですけれども、どうでしょうかね。今、一応ボディ内が電子のね、スタンダードモードにしてますけれども、札幌資料館、変なブレとかないでしょうかね。これがね、スタンダードモードボディナイトブレックで撮ってますけど、いかがでございましょうかね。はい、僕ロックモードでは撮ってませんね。はい、どうでしょう、安定感の方はいかがでございましょうか。はい、今度はですね、ボディ内手ブレ補正ですね、そちらの方はね、オフにして撮っております。どうでしょうかね、円形の建物のブレ具合なんか、さっきよりもどうでしょうかね、ちょっとブレてたりなんかしますでしょうか。まあ、歩き方やなんかね、なるべく同じになるように、普通に歩いて撮ってますけどね、今のところ幸いこけることもなく撮ってますけど、はい、これがねボディ内手ブレ補正なしの場合ですね、ワイドタンで撮ってます。はい、一応ねカメラ任せのオートフォーカスに、ボディ内手ブレ補正はスタンダードで、これ今ね 200mm 側の一番望遠側で撮ってますね。望遠で撮ってますね。背景が結構ボケてると思うんですけど、どんな感じかな、このちっちゃいモニターだと分かんないですけどね。はい、じゃあちょっとね上の方にずらしてみましょうか。はい、こんな感じのところでございますね。オートフォーカスはもうカメラに全て任せてます。どこにフォーカス合ってるのかはちょっとね画面上ではねと確認ができないんですけどね、ソニーさんはこんな感じでフォーカス合わせてくれますね。離れるとね遠くに合う、近くに寄ると近くに、まあ当たり前なんですけどね。はい、ソニーのオートフォーカスこんな感じですよ。はい、もう全てねカメラに任せてますけどね、
だいたいこうあってほしいっていうオートフォーカスしてくれるんでね、楽なんですよね。はい、ではね、今200ミリで持ってますけどね、はい、ちょっとねスライドさせてみますね。これでこのジンバルの安定性もなんとなくわかるんですけどね。でちょっとね、はい、こんな感じでね取れますね。はい、同じところからねワイドタンで撮るとこんな感じでございますね。ズームかけてみましょうか。これね残念なのがあれだね、ジンバルの方でこのズーム機能っていうのがね、ちょっとどうもできないようなんですよね。あの有線でねつなぐとできるようなこと書いてあったんですけど、僕のカメラの設定も悪いのかな、ちょっとそれがねできないんで、今手でねズームレバー操作してズームしてますけどね。安定感の方がいかがでしょうか。これでワイドターンですね。はい、それでは200ミリで今設定してるんですけど、まあ旋回撮りじゃないんですけどね、背景がね200ミリだとちょっと動くだけで、分かりますかね、すごく激しくスピード感ある、ね、動きしてるっていうのはお分かりいただけましたでしょうかね。はい、とね噴水に今フォーカス合ってますからね、200ミリでまあ旋回撮りじゃないんですけどね、真似事をしますとね背景がものすごく速く動くのがね、よくお分かりかと思うんですけど、割と捉えやすいですかね。はい、まあ、下手くそなのは勘弁してください。はい、こんな感じでね、撮れましたね。はい、これも200ミリの今固定で撮ってますけどね、昔のねデジカメこういう真っ赤な花とかね、すぐ色飽和しちゃってね、なかなかね難しかったんですけど、どうでしょうかね、 RX100M7 は綺麗に赤の会長ね飽和しないで映ってますでしょうか。はい、こちらも200ミリの望遠でね、撮ってまして、まあ、望遠マクロまでは寄ってないですけどね、200ミリなんで背景がね適度にボケてると思いますけど、はい、いかがでございましょうか。はい、今度はねワイドタンで撮ってますけどね、はい、どうでしょうかね、お花の様子綺麗に映ってますでしょうか。はい、200ミリの望遠側からですね、徐々にワイドでね撮ってみましょうか。はい、ずーっと来ました。はい、これがね、ワイドタンになりますね。はい、ちなみにこれはねボディ内の手ブレ補正を一応オフにしてね、同じような条件でなるべくじっとしながらブレないように撮ってるんですけど、どうでしょうか。はい、こちらもね200ミリの画角で撮ってる乙女の像ですけどね、さあどうでしょうかね、安定性なんかはいかがでしょうか。まあ、あのボディ内スタンダードの手ブレ補正ね入れてますけど、どうでしょうか。はい、今度はアクティブモードなんでねクロップされますよね。はい、でも映像の安定度どうでしょうかね。ちょっとねこの小さいモニターで見てるとねどっちがいいのかさっぱりわかんないですね。はい、いかがでございましょうか。アクティブモードですね。はい、おはようございます。改めまして安水です。いや本当にね今日はめちゃくちゃ暑いんでこんな格好でね撮ってますけどね、もしなんかそんな怪しいおっさんどっかで見かけましたら遠慮なくお声掛けください。はい、よろしくお願いします。はい、それではですね200ミリにしてます。スライダーショットねロックモードにしてますけどね、どうですか。
安定感あって取れてますでしょうかね。はい、いかがでございましょうか。はい、今度はね、これも200ミリなんですけど、トリガーボタンを押すとロックモードになるんですよ。でロックで捉えるとどうなるかね。今ジンバル動かしてますよね。ストップ。はい、これロックモードのトリガーボタンを押しました。今ジンバルね、左右に動かしてますけど、綺麗にロックされてますでしょうか。はい、トリガーボタンを離します。はい、そうするとね、こう自由に動きますよね。もう一回やりましょうか。今度スライド気味でやって、あ、ちょっと外した。はい、じゃあもう一回やってみますね。はい、こういう風にね、200ミリでこう動かしますけど、トリガーボタン引きますね。はい、引きました。はい、固定しました。どうでしょうか。きっちりと安定して止まってますでしょうかね。若干あれかな、右に動いてるかな、ドリフトしてますかね、どうかな。はい、はい、トリガーボタン離します。そうすると自由にね、動きますね。はい、いよいよ7日の日ですか、投票日ね。参議院議員選挙ね、行われますけど、皆さんどうでしょうかね。参議院って必要だと思ってますか。僕はね、いや必要だと思うんですよね、だ思うんですけど、今のね定員の半分でいいんじゃないかなと思いますけどね。どうでしょうか。ちょっと驚きましたね。それでね、今ねパン、フォロー、チルト、あ、全部の動くモードね、にしてね、ちょっと歩いてみますね。これ200ミリですよ。はい、なるべく真ん中の絵がキープできるようにちょっと僕ジンバルをね調整しながら撮ってるんですけど、どうですか。はい、こんな感じでね、200ミリで、はい、ここまで撮れるかな、ね、これロックモードでは撮ってませんね。全方向動く方向、じゃあロックかけます。はい、ロックモードにしましたね今ね。はい、ロックモードにするとどうですか。やっぱりさっきよりは安定感増しますかね。これ200ミリですよ。一応進んでるんですけどね。はい、進んでないように見えますけど進んでます。はい、これがね、だいたい100ミリですね。200ミリであそこまで安定して撮れたんで、100ミリならね、これ楽勝かと思いますね。どうでしょうか。結構安定して撮れてません。じゃあロックモードってトリガー引きますね。はい、ロックモード、さらに安定しましたでしょうか。どうでしょうかね。まっすぐ今進んでますけど、はい、こんな感じですね。はい、その短所なんですがね、こいつなんですよ。あのクイックリリースプレートっていうんですか、あのね、ここのね厚さはそんなにないんですよ。ないんですけど、これ見ていただけます、ちょっと高くなってるの台座。これがね純正でついてるあのカメラとね、この、クイックリリースを止める金具っていうかね、台座なんですけど、高いでしょ。めっちゃ高いですよね。でこれ低いのに取り替えてやると実はねうまくはまらなかったりするんですよ。はい、あの厚さがある程度ないとねダメなんですね。ということは高さが高くなればなるほど安定しないですよね。わかります。あの簡単に言うと、こうほらこの中指の根元はそんなに触れないですけど、はい、中指の先端ってすごく大きく振幅してますでしょ。はい、これと同じ原理でなるべく低い方が安定するんですよ。だけどこいつね選ぶんですよね。アルカスイスのねプレート全て使えるわけでないので、ここがねちょっとね要注意ですね。それともう一つ、これ緩めるでしょ。カパンって上に外せません。必ず横スライドでないと、横でないと、まあ、あのおそらく落下防止の意味だと思うんですけど、僕から言わせるとねちょっとね小さな親切大きなお世話ですね。あの緩めたらねこう縦にパカンと外れないと、実際ねあのアルファ74のリグにもうアルカスイス規格のね挟むのついてるんですけど、横スライドでないとね入らないんですよ。
そうするとね、一回一回ね、台座ね、やった人は分かると思うんですけど、外してからつけないとつけれないんですよ。だからね、もうちょっと薄いプレートでもね、つけれるような、なんかねえ、台座交換するしかないのかな、このプレート自体をね、あのスモールリーグとかね。ただ取り替えたら薄いやつでもつきますかね。どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。はい、それでカメラを固定する台座ね、プレートですけどね、高さ結構ありましたでしょう。薄いのはね、使えないのあるんですよ。カメラとね、なんかね、レバーが引っかかったりとかね。まあおそらく DJI さんから言わせるとね、台座のそんな1センチや2センチ高くたってちゃんと制御するから心配すんなよってことなんでしょうけど、これね、僕の今までの安いジンバルだとね、如実に効いてくるんですよ。もう1センチ高くなっただけでね、安定感だいぶ変わっちゃうんですよね。まあ多分 DJI さんの自信と裏腹というかね、高くたって関係ねえよっていうことだと思うんですけど、気持ち的にね、やっぱりね、低くね、よりさらにね、さらにさらに安定するように撮りたいので、なんかスモールリグのあれどうなのかな、低いやつもハマるのかな。いや本当ね、どなたか情報を知ってる方いらっしゃいましたら教えてください。はい、確認しましょう。今日の大通公園の温度は、30度でございます。ついにね、30度ですよ。暑い暑い。今日のね、4丁目の、大噴水場のね、いつもの近くまでやってまいりましたけど、さすが平日ですね。あとは暑いせいもあるのかな。今ちょうどね、30度になっちゃったんでね、ほら珍しく、ほら人いないでしょうね。ありがたいですね。撮影はしやすいですね。ね、顔映ることもあんまり気にしなくていいですね、これだとね。はい、ほらね、噴水だけが寂しくこう、ね、気を吐いて頑張ってるっていうような、ね、状態ですかね。はい、で向こうのね、陶器ビュールのおじさん、おばさん方かちょっと暇そうでしたね。で西側振り返るとね、今こんな感じでございます。はい、ということでですね、今日は RX100M7 ですね。小型のカメラで RS3 どんな反応を示すかということでね、いろいろテストしてましたけど、いや、びっくりしたのはね、200mm、ね、望遠の、テレ側なんですけど、意外や意外な安定感ありましたね。多分ね、僕今までのジンバルの中で 200mm でね、まあまああそこまで安定してこう止めたりね、できたのはこのジンバルが初めてかと思われます。はい、ということで予想通り、まあね、安定した映像かとは思いましたけれども、どうだったでしょうか。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。